少しやつれたな。待っておったぞグエンドリン。お前の話を伝え聞いた。槍一つで単身敵陣に乗り込み、あの小賢しい小娘から指輪を取り戻したと。ゴルドロンを操る力がこちらにあるなら、奴らの思うようにはいくまい。お前ほど素晴らしい娘はおらぬ。その指輪のごとく価値がある。さあ、勝利の宝を王に与えておくれ。これは私の大切な人との絆、手放すことはできません。そしてやってまいりましたのは、死の国へ至る道を教えていただくためです。何をたわけたことを申しておる。素直に指輪を出すのだ。冥界等を行き来し、魔石を集めるお父様なら知っておられるはず。願いを聞いてはいただけませんか、お父様。追放された娘が一国の王である父と取引しようというのか。よかろう。指輪と引き換えになら冥界の入り口まで案内してやろう。お父様。さあ、指輪を渡すのだ。いいえ、それは私が死の国より戻ってきたなら。
Thank you.
宝は誰にも渡さんぞ。金を持っているなら早く言え。私は強欲で未ださまよっているが、これも悪くはない。私は込めた真心隠し味、モーリーの出張レストランでございます。食材をお持ちでしょうか。おお、新しいレシピですね。さあ、ご注文はいかがなさい。ありがとうございます。宝は誰に？私は。さあ、またのご。宝は私。込めたま、しょ、さあ、ご。はい、お任せあれ。どうぞお召し上がりください。
以上でよろしいですか？ありがとうございました。Yeah!
Thank you.
お呼びとあらば即さ、ここはさあ、はい、お任せあれ。お待たせいたしました。またのご用命。